聖徳大子磯長馬鹿廃所英福寺北古墳は、大阪府南河地軍大使町大使にある古墳。形状は円墳。磯端古墳群を構成する古墳の一つ。宮内町により、磯長母として、第31代、陽明天皇王子、第33代、水古天皇皇太子の聖徳大子の墓に、自情されている。考古学的にも、 馬屋と王子の墓の可能性が高い古墳として知られる。英福寺近藤と英福寺北古墳大阪府南東部、二条山山六の磯端において、北から伸びる丘陵の先端部南斜面に南面して、築造された古墳である。一帯では本古墳の他天皇陵四基などの古墳が築造されており、磯端古墳群として認知される。 本古墳は英福寺境内北側に位置し、現在は宮内庁事情の後続墓として道庁の管理下にあるが、これまでに道庁による調査が実施されているほか、明治以前の立ち入り可能であった時代に残された江図等が伝承される。墳形は楕円形で、直径は南北約43メートル、東西約53メートルを測る。墳球は三段築成。墳球表面で、 吹石、天石は認められていない。主体部の埋葬施設は横穴式石室で南方向に開口する。現室内部には棺を据えた寛大三期が残り、寛大周辺では協調寛編の残存も認められている。また後世に加えられた改編として、墳球諸周囲には結界石と称され、この永福寺北古墳は古墳時代終末期。 アスカ時代の7世紀後半頃の築造と推定される。現在は、宮内庁により、聖徳太子の墓に事情されている。太子信仰により古代から現在まで伝承が守られた関係上、考古学的にも、馬屋と王子、穴ハシ橋人王女、全部悟り木吉郎女ら3人の合奏墓の可能性が高いと推定されており、古墳編年上でも一つの基準に位置づけられ、 重要視される古墳になる。なお、磯八生では、聖徳太子墓のほか微達、陽明、水庫、高得点皇陵が伝わっており、これらは、梅鉢古陵と総称される。A 福寺北古墳の航空写真古墳の南側に、A 福寺伽藍が立地。国土交通省国土画像情報をもとに作成。墳球の構造について、2007年度の区内庁。 諸領部による測量調査では、楕円型で3段築生とし、直径は南北約43メートル、東西約53メートル、高さは約11メートルを測るとする。1段目、2段目は噴球を監修せず、1段目は南半部のみとし、2段目は噴球北側で途切れる。山寄せのため南北に非対称な形状になるが、本来の噴球南半分は、 整備の円形であったとされ、正面間としては左右対称とされる。紛丘の裾部では後世に筆跡が二重に列立されており、内側列席、外側列席はそれぞれ中段結界石下段結界石と呼称される。各結界石の詳細は次の通り、中段結界石内側の紛丘中腹に巡らされた列席で448機が確認される。 各石は、流門岩質尿海岸製の型中上で、高さ約1 0 0トル、幅約3 0トル、奥行き約2 0トルを測る。石の頭部には、聖寒論を意味する凡事の一時が隠刻される。列立時期については、大使自身が運んだとする伝説や空海の起信とする、伝説がある。宮内庁所領部による調査では、カ六元年以降の、 列立の可能性が高いとされ、江戸時代の教皇年間以降に据え直されたと推定される。下段結界石外側の紛糾裾部に巡らされた列石で478基が確認される。各石は黒雲木加工岩性で、高さ約140センチメートル、幅約30センチメートルを測り、頭部は山形をなす。石の上段には、の一時、中段には、浄土三部尿。 下段には、摂主等の名が刻される。列立時期はつまびらかでないが、列席のうち24期では明文に、教法19法歴12年の間の年が認められる。なお、紛糾上は、鎌倉時代以降頃から民母として利用されたとみられ、宮内庁所領部による紛糾表面の調査では、逸話等、法教院等、倉国旗、国編が認められている。主体部の埋葬施設は、 横穴式石室で、この石室の内部において、筆に三基の安置が認められる。石室は大型の切り石で構築され、原室、沿道から構成される。現在の石室は閉塞されており、内部をつまびらかとしないが、中世、近世までは立ち入りが可能であり、記録数点が残されている。宮内庁所領部では、1879年の、 立ち入り記録の、聖徳太子磯長帽実験機と近年の調査結果を、合わせて、石室規模として、次のように推測する。岩屋山古墳石室永福寺北古墳の石室は、岩屋山古墳石室と同様の構造とされる。原室の側壁は、巨石二段積みで構築され、下段は霧石三枚、上段は霧石二枚の布積みによる。奥壁も二段積みで、 それら側壁、奥壁の上に天井石2枚が掛けられる。奥壁は墳球頂部の直下に位置する。沿道の側壁は霧石4枚により、その上に天井石3枚が掛けられる。以上の石室構造には岩屋山古墳との告示が指摘されるが、この岩屋山式石室の年代間としては、馬屋と王子の死から下る7世紀後半頃に、 位置付けられる点が注意される。原室内では、関大三期が、品地型に配置され、関大周辺では、関辺の散乱が認められている。また、江戸時代の乗り所による絵図では、原室内の王冠に、禁止し一体、原室内北西部に、井戸、兄弟日記石の存在が描かれる。なお開口部の大屋であるお玉屋は、天保十五年の混流で、内部には、 石灯籠一体が建てられている。大阪府立地勝明飛鳥博物館では、以上の原質内部の様子が実物大の推定復元模型で展示されている。前述のように、原質内には、寛大三基が品地型に配置される。各寛大の詳細は次の通り。王寛大原質作用に位置する。長方形で、長辺は奥壁と平行方向とする。 業界岩性の霧石で大きさは長さ2メートル、幅0.76メートル、高さ0.49メートルを測る。側面は半肉彫りの角狭間により装飾される。上面は0.18メートルほどの深さで掘りくぼめられ、くぼみ両端は0.24メートルほどに深くして水抜き口がうがたれる。このくぼみのために寛大でなくくり抜き式の石管味とする説もあるが、 質ぎみとしては浅すぎるため、これは、寛大が、後世に、蝶バ鉢に加工されたことによると推測される。飛走者としては、採用に位置することから穴ほべ端人王女と推定される。東寛大原質右手前に位置する。長方形で、王寛大とは垂直に長辺は、南北方向とする。業界岸性の霧石で、大きさは、 長さ2.42メートル、幅1.11メートル、高さ0.61メートルを測る。側面は、王冠台と同様に、半肉彫りの角狭間により装飾される。被装者としては、その大きさ及び配置から、馬屋と王子と推定されるが、その場合には巫女を正面としない点が注意される。西館大原室左手前に位置する。長方形で、 東関大と同様に長辺は南北方向とする。業界岩性の霧石で大きさは長さ2.17メートル、幅0.91メートル、高さ0.67メートルを測り、高さは東関大と共通する。側面は大関大と同様に半肉彫りの角狭間により装飾される。被装者としては全部悟り木を白女と推定される。 三間大の周辺では、協助官編の産卵が認められる。協助官とは、木、または、土の原型の上に布を当てて、その上に漆を塗っては布を貼るという作業を、繰り返して、板状に形成された棺のことで、アスカ時代当時では相当な行為の人物にのみ、使用された棺とされる。全国では7期の古墳で使用が認められており、確実なものは、剣牛質化古墳と、 アブヤ古墳でのみ知られる。安福寺永福寺北古墳の棺と推定される、教著館編を所蔵。永福寺北古墳の棺の関連遺物としては、安福寺所蔵の教著館編が知られる。この教著館編は四十五枚もの機能を重ねて制作されたもので、現在の残存編は、長さ九十四センチメートル、幅四十七点五センチメートル、厚さ三センチメートルを測り、 残像の延辺から、筆気味の小口部分に相当するとされる。安福寺の床の間に飾られていたのが注目されるに至ったもので、安福寺周辺では、終末期古墳が知られないため元々暗記された古墳は、つまびらかでない。安福寺は、永福寺北古墳から、馬屋当時、菊池要塞、全県古日。永福寺北古墳について、宮内庁では、第31代。 陽明天皇王子、第33代、水戸天皇皇太子の聖徳太子の墓に、自乗している。考古学的にも、馬屋と王子の墓の可能性は、高いとされるが、筆に三期が認められることから、馬屋と王子に加えて、巫女と同時期に亡くなった穴ハシ橋人王女、全部悟り木を白女ら三人の合奏墓とする説が、有力視される。文献で知られる。 馬屋と王子の死にかかる出来事は次の通り。馬屋と王子の墓について、日本初期、原産では、磯町寮に葬ったと見えるが、合葬の胸の記載はない。縁起式書領寮を、原4では東馬鹿の磯町墓として記載され、河内国石川郡の所在で、町域は東西3町、南北2町で、主古山煙を毎年当てるとするが、こちらにも、 滑走の胸の記載はない。同書では、母の穴ハシ橋人王女の墓についても、山和国へぐり軍所在の、立田清水墓として記載される点が注意される。その後も、馬屋と王子が早い段階から新生死された関係で、伝承が途切れることなく、守られており、他の両母とは異なり現在でも巫女の墓の可能性は、高いとされる。しかしながら、 前述のように石室の年代館としては、御子の死から半世紀下る七世紀後半頃に位置づけられる天頭に問題点を残し、これについて天武天皇期の改修、改装を推測する説等が挙げられている。なお永福寺北古墳を包摂する永福寺は、自伝では水古天皇による聖徳太子母守護のための会期で、仁紀元年に聖武天皇の直願によって、 ガランが整備されたという。自伝の史実性はつまびらかとしないが、正面に永福寺北古墳を据えるガラン配置であり、この点でも馬屋と王子を祀るため建立された寺院であることが認められる。以上のほか聖徳太子伝記のうち、上宮聖徳太子伝補欠記では、水古天皇27年にはすでに三古自ら統治に墓所を築いていたとする。 所在地交通アクセス関連施設、周辺駐車区原点出店。ありがとうございます。